おはようございます。阿部義俊です。今また例によってシグマの FPL に古いシグマの 50mm をまたつけてちょっと 50mm の価格でやってみてるんですけど、まあ、そこにそのなんだろうなこんな感じのそのまあモニターアームに、こういうパーツをくっつけてモニターアームをこうガーッと動かして自由な場所でカメラを固定できるようにしてあるんだけど、そこにカメラをこう乗っけてこのカメラの下の方にこのプレートがあって、プレートをここにガチャッと挟んでこれをギューって締めるとカメラが固定されるってやつで、ギューって締めて固定して、で画角を見てみたらなんかちょっと上を向きすぎていたんでちょっと下下げようと思ってカメラ下げようと思ったらカメラがなんかガクって下がるんですよ。でここにこういう自由雲台、ボール、がついてる。このボール型のこの雲台が、そっちもついてるんで、このボールが緩んでるのかなと思って、このボールを締めようと思ったんだけど、ボールはきっちり締まってるんですよ。だけどカメラを動かすとなんかカクカクに動くんですよ。あれと思ってよく見たら、プレートが、ここ、締めたのに、ずれてて、乗っかってるだけだったんですよ。奇跡的なバランスで、この上にでっかいカメラが乗っかって、奇跡的なバランスで落っこちないで、ふーって乗っかってるだけだったんですよ。あと1ミリずれてたらカメラ落っことしてぶっ壊してるところでした。本当に恐ろしい。アルカスイスタイプはクイックリリースというか、こういう、週で止めるやつ、気をつけないといけないですね。なんか、今、肝を冷やしました。で、何の話しようと思ったんだっけ。なんか、前撮った時はな、この 50mm の画角が落ち着いててすげえいいなと思ったんだけど、なんか今見てみると、割とそうでもないな。なんか何が良くて何が、なんか何が気に入って何が気に入らないのか、なんかその日の気分で、なんか違っちゃう感じです。なんか髪の毛切らないとやばい。まあ、そんなこんなで、ルミックスの S9 が正式に発表になって、あ、今価格をちゃんと見てないや。まだなんか細かく調べないまま喋り始めちゃう。てるけど、まあその発表を見た人たちのリアクションの YouTube を見て、なんかパナソニックの正式な発表の動画が今僕のところで検索したらちょっとパッと見つからなくて、先にパナソニックの正式発表を見た人たちの動画を見てるんで、なんかちょっとまた聞きのまた聞きみたいになっちゃってて、不正確なとこもあるかもしれないですけど、まあ結果的に言うと、思ったよりもなんか性能的には、なんか良くて、まあ手ブレ補正もしっかりついてるし、基本的にはやっぱりその最初に予想した通り、ルミックスの S5II から取っ払えるものを取っ払って軽くコンパクトにして、みたいな、機種ではあるんだけど、個人的にはこれがいろんなところでその爆売れしてくれて、L マウントが一気にこう、知名度を上げてくれると嬉しいなと思って、ついでにそこから FP とかね、に来てくれる人がいるといいな、みたいなことを、まあ、シグマファンとしては思ったりするわけですけど、そんな中で、あ、そうそう、なんか、TikTok とかそういうものに対応するために、横向きでカメラ撮っても、縦動画が、9対16かの縦動画が撮れるみたいな機能がついてるっていう話を、どなたかされてる人がいて、あ、そうなんだと思って。なんか時代ですね。まあだからそのセンサーに余裕があるから縦で撮ってもその横をガサッと捨てちゃっても全然いいみたいなことなんだと思うんですけど。あとはそうですね、F8 のパンケーキレンズかなんかが出て、それが映りが良かったら、僕の場合はだから FP につけてってことになるけど、街中持って歩くみたいなのにもしかすると、いいかもしれないですね。パンケーキレンズのなんか魚眼っぽいやつを買ったんだよね。だけど、その時には割とまあ、シャープネスが微妙だったり、ちょっと色ずれを起こしていたりとか、まあまあ値段なりかなみたいな、すごい安い1万円するかしないかみたいなレンズだったんで、写りに関してはまあまあしょうがないかなみたいなことを思ったんだけど、でもその時はだからまあ、でもこれぐらいでいいじゃんみたいに思ったんだけど、なんか、そういうレンズを使った後で、例えばシグマとかの、これはまあちょっと古いレンズだけど、まともなって言うと、そうじゃない、じゃ、安いレンズに失礼かもしれないけど、でもこういう、しっかりと作り込まれたレンズを、キレのある、今、僕のところにピントがきちっと来てるかどうかわかんないから、キレがあるかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、ピチッとした映像とかを見てみると、まあ、やっぱり最新のレンズは、あるいはシグマさんとか、ちゃんとしたメーカーのちゃんとしたレンズは本当にちゃんとしてんだなっていうか、値段なりのものはあるんだなっていうことを改めて思ったりして、まあ、ちょっと、また、ドリキンさんから LINE が来て、そんな話をちょっとしたりしたんだけど、最近なんか古いレンズを、持ち出して遊んでいて、それがまた超楽しいわけですけど、昔、こういうレンズを買い漁った時には、なんか、あんまり、写りの違いみたいなものに、自覚的ではないというか、あんまり分かってなくて、ただただデザインがいろんなのがあって面白いとか、ガチャガチャ付け替えるのが面白いとか、なんかそんなレベルで、だから四隅が甘くなってるとか、コントラストがなんか浅くなってるとか、あるいは色のノリが悪いとか、シャープネスバチッと決まってる部分でもシャープネスがその決まってきてないみたいな部分がいろいろあったりして、まあそんなのも味とは思うんだけど、そんなレンズで昔はあんまりその一個一個の違いが分かんなかったのが、さすがにこんだけ長くいろいろやってると、その最近久しぶりにだからそのシグマ FPL につけて、やってみたら昔よりも差が分かるようになってカビレンズはカビてんなみたいなこととかが分かるようになって、そうだから要するにあれはカビなのかガラスが曇ってんのか分かんないけど、その前の動画で試したけど、この辺にライトをつけたりすると、そのライトの周りにボワーッとゴーストが出たりするんですよね。だからそのレンズの中で光がその曇ってる部分に当たって乱反射を起こしてるんだと思うんですけど、そんなことがなんかそういう違いとか特性みたいなものが分かってきたりして、分かってくるとまた面白いですよね。で、古いレンズをいじってから新しいのレンズに触ると、そのクリアになってそのレンズが進化したんだなってことが分かって、その感動してみたりで、その画質のそのクリアな、なんていうかな、その最新のなんかいいレンズとか美味しい水みたいなもんでその感動するんだけど、その余計なものを完全に取り除いて、そのノイズになる要素を完全に取り除いていくっていう方向に行くじゃないですか。だからスパッと綺麗で、でも見慣れてくるとそれって実際の景色を見てる状態にすごく近づいていくから、だからそれすごいことなんだけど当たり前に思えてくるじゃないですか。そんななってきた時にまた今度古いレンズに戻すと、そのごちゃごちゃにノイズが乗るじゃないですか。でそれがまた面白かったり、で面白かったりと思ってて、そこに目が慣れてくると、なんか、それが汚れに見えてきたりして、で、そこでまた新しいレンズつけると、お、すげーってなったりして、行ったり来たりするのが楽しいですよね。なんか、思ったんだけど、やっぱり何かが分かっていくっていうのは、その、最低と最高って言い方をするとあれかな。だから、こっち側の端っこと、こっち側の端っこみたいなもんだ。古い方の、と新しい方みたいな言い方でもいいし、今言ったみたいに画質の味があると、その、無味無臭っていうかノイズを全てカットしてるクリアな画質みたいなのと、このどんだけの幅を知ってるかで一個一個の個性の違いみたいなものがだんだん分かってくるんだなっていうのをなんとなく実感して、その理屈では当然そうだって分かってはいたんだけど、なんか実感としてなんかそんなことがレンズいじってたりすると分かりますね。例えばだからそのカメラで言うと表現できる、例えばそのダイナミックレンジの幅が広くなっていくと個々の色合いが明瞭になっていくみたいなこと。レンズいじってて、ちょっと今、そんなことを思いました。で、S9 に関しては、また S9 に戻るけど、ルミックスの S9 に関しては、あれですよ、なんかその、結構自分が、欲しかったスペックを揃えているカメラで、ぐーって欲しくなるんだけど、でもやっぱり肝心のところで、4K15 分、6K10 分か、っていうその、非常に厳しい時間制限。多分、その厳しいと思うのは、僕みたいな使い方をする人だけで、それこそTikToker とか、Vlog 撮る人に撮ってみたら15分で十分なんだと思うんですけど、みたいな、ところの制限というか、縛りが厳しくて、それもちょっとドリキンさんとかに話したけど、もしこれでなんか後ろに後付けでファンとかつけて、撮影時間が伸ばせるんだったら欲しくなるんですけどね、みたいな話をしたら、ドリキンさんの適切なアドバイスとして、15分とか10分とか、踏んできっちりとしようとして区切ってるってことはソフトウェアでそこで止める仕様になってると思うんで、ファンをつけても伸びないと思いますよって言われて、あ、本当だと思って、そうそう、こういうのはなるほどと思いましたね。確かに言われてみればそうで、6K10 分、4K15 分って熱のためこう制限ありとかいう書き方じゃなくて、もう何分ってくっきりと書かれてるってことは、確かにそれ以上は取らせないぞっていうことですもんね。なので僕の中では S9 は選択肢から外れて、そうなってみると、例えばだからS5II、 向こう側によく文房具の紹介みたいなものとか撮影する時とかによく使っていたその S5 ってカメラがあって、それの後継機で S5II に買い替えるとかどうだろうみたいなことを思ったりして、だけどだから S5 は随分古いカメラだけど、でもオートフォーカスが像面位操作がない以外はそんなに細かいところコツコツと性能的にはだいぶ進化してる部分はあるんだけど、でも僕の使い方とあんまり違いをなんか実感できないような気がして、S5 を使い倒せばいいかなみたいな、ぐるぐると思考が回っていて、でドリキンさんにちょっと弱音を吐くみたいな、なんかドリキンさんが昨日おすすめしてくれたブラックマジックの BMCC6K が結局すげえいい選択肢に思えてきて後悔してますみたいな話をちょっとしたら、でも今ある機材を使い続ければいいんじゃないですかみたいな話をされて、まあ結局のところそうですよね。なんかそうそう、後悔しても始まんないんだけど、そのあれはあれで縁がなかったというか、その自分がその時にはまだ踏ん切りがつかない程度の知識しかなかったっていうことで、例えばもう少しいろいろ勉強して分かってきて、次に同じようなタイミングがあったら BMCC6K がその今以上にこう光り輝いて見えて、ぐっとこう選択肢のその上位に来るわけじゃないですか。まあその時に選べばいいのかなと。ってな感じですね。あとなんか話そうと思ったんだよな。そしてだからそのさっき、ルミックスの S5 いいよみたいな話をしていて、で、ライカ、また、だからライカ熱がまた高まってきていて、XE を買ったんでしばらくはそれでいいんだけど、ライカを1台と思って、だから迷っていた頃に、そのライカの、また前も話した Q のシリーズとか、L マウントのライカの SL のシリーズとか、もう候補に上がっていて、SL は、初代の SL とかがもう30万を切るぐらいになっていて、とはいえもう2015年の、カメラだから、その、もう9年前か。だいぶ古いんですけど、古い割に、でもそんなにすごい古びてるって感じもなくて、結構、いいんですよね。みたいなことを思ったんだけど、よくよくスペックを見てみると、多分、ライカ自体はだからミラーレスのカメラに対してノウハウがそんなになくて、これ内部の仕様的に言うと、だからパナソニックがかなり技術教育をきっとしてるんだなと思って、その、側とか、カラーサイエンスとか、使い勝手とか、そのボディの堅牢な作りとか、そういう部分でそのライカらしさはあるんだけど、中の機能的にはその S5 とか、その上の S1 とかなのかなとかに結構近いような性能で、その後で SL、3とかが増面位操作がついたのか。だからそのあたりが今の、そうだな、そのルミックスにちょっと近かったりして、だからその中が丸々別に S5 だってことではないと思うんだけど、多分パナソニックがすごく技術的に協力しているんだと思うんですよね。そのパナソニックとライカ多分その協業していて、 D-LUX だっけ、なんかパナソニックのコンデジのライカ版みたいなやつとかが出てたりもしていて、ここにだから古いデジルックス1があるけど、これはでもパナソニックがっていうこととはちょっと違うのかな。あ、でもこれもそうか、この当時に出ていたパナソニックのカメラとちょっと性能的に似た部分があって、この辺りも多分パナソニックといろいろ協力してるから、そんな感じなんだと思うんですけど、そうなってくると、例えばすごい高い価格で SL を買うっていうことを考えたら、いや、じゃあそうしたら S5II がよくねみたいになってしまうような気がして、ただ実際に使ってみると多分使い勝手とか中の色の出し方みたいなものがものすごく違うと思うんで、それはそれで違うんだろうと思うんだけど、うーんって思っちゃったりして、思考がぐるぐると回るわけですよ。で、結果的に言うと、そうですね。ドリキンさんが言うように、今ある機材を使い倒していくのが、まあ、結局正解ということで、カメラ熱が高まると物欲が高まるんですよね。なんかあまり、無理をせずに、それこそ今ある機材をうまく使いこなしていこうと思います。そう。だから古いジャンクレンズが家にまだ、こういう仕事場だけど自宅の防湿庫の方にまだいっぱい残っていて、それを毎日こっちに持ってきても、いろいろ使っていこうと思うんですけど、防湿庫ごと荷台に積んでこっちに運んできちゃう方がいいのかな。これは、ライカのバロブ。なんじゃそりゃって思うかもしれないけど、ライカが出してた引き伸ばしレンズなんですよね。だから、50mm の F3.5 で、何って言えばいいのかな。なんかその、平面上のものを歪みなくピチッと撮るためだけにあるレンズで、なんだっけな、焦点距離だかなんだかが固定になっていて、もうその距離でしかピントが合わないみたいな仕様だったのかな。もしかすると、だからこいつをうまくヘリコイドとかにつなぐことで、50ミリの歪みのないレンズとして使えないかなと思ったんだけど、今さっきつけてみたけど、ピントがうまく合わないですね。これをなんかうまく使う方法があったら面白いなと思って。あ、なんかそれをやる、すげえ、伸ばす、ヘリコイドどこじゃないぐらい伸ばすやつが家のどっかにそれ買ってあったんだな、なんか。まあそんなようなことをそのうち試してみるかもしれません。昨日はヘリオスを試して、その前ジュピターを試して、で、インダスターを試して、と、来てるんで。あと、ギョギョッと魚眼とか、シグマの、すげえ古い広角のレンズとか、リケナンとか、そのあたりを今試してましたけど、まだ家にプラナーとかテッサーとかが残ってたはずなんで、持ってこれたら持ってこようかな。そんな感じです。もうパーフェクト雑談ですね。ありがとうございました。ではでは。